ました。ニュースをお伝えします。11日、八百屋山のふもとで1万年前のハンバーガーが発見されました。専門家の松岡氏によると、ハンバーガーは保存状態がとても良く、安術的価値も高いとのことです。マジの耳に聞きました。ちょっとドキドキしました。早く誰かに知らせないと。はい、11時のニュース、嵐がお伝えしました。